そうね、まあ、24時に多分スクリームが始まるんで、じゃあそれまで、どうしましょう。コンピューターでじゃあこのまま？見ていただくか、うん。まあ、イタザン様と戦わせていただいて、え？気持ちを高めておくか。やまりずまやしっょうぱ、か。ありがとうございやりましょうか。ます。準備完了ですよ。そう、イタザン様のはい。JP ですわ。お願いします。初めてやる。初めてやる。いや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 。多分ね、ランクマッチとかいるね、結構 JP はね、多いかもしれないな。そうですね、結構な、全くいないとかではなかったけど。ジャンプ攻撃でもね、やっぱザンギエフが上からドンなんですよ、こいつは。上からドンでございますよね、上からドンなんですよ。飛ばれるとやっぱね、やっぱ困るなっていうね。うわぁ、お、2発止め。それ何をしてるの？ああ、スクリューで。なんか服、え、だい、なに、今のピカピカは何なんですか？今のは、なんか当て身技みたいな、相手の技に合わせてこうやって。これか、これやめて。これね、めちゃくちゃ強いんですよ。これめっちゃ強いです。やられました。いやー、もうだ、もううかつだ。これね、これで結構ずっと、そう、うまくジャンプでね、この攻撃をかわしてね、こう近づいてく。はい、これこうやってこう結構逃げたりしてね、こうやって、そうですね、そう、遠距離が強いんですよね、こいつは。これうまくガードしてもいい。もうこれね、チク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 やるんですよ、このおじいちゃんは。でもそう、近づいちゃえばザンギの距離、近づいちゃえば、はい、おっと、投げ入って、おっ、減った。ジャーマンスープレックスめっちゃ減ったね、今。出ました。よしよしよし。ほんとこのうがちをどういくかが結構課題かなと。こっちも飛ぼうかな。あ、いいですよね、ちょっと。ああ、惜しい惜しい、うまかった。うまい、バッチリ。この体育スタートってもう見守るしかできないんですかね。それはね、後でお話ししようと思ってます。あら、楽しみです。ああ、今日のテーマでございます。楽しみです。やめてください、カウント。いただきます。こら、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 ペンペンペン。あー、めんかった。あー、いやあ、あー、惜しい。いっぱいコーパン入れちゃいますよね。いや、わははは、出たー。お互いインパクト狙ってた。いや、狙ってますね。インパクトももうちょっと出せるようになってきたですね。なになに、あ、出た。おっと、よくわかんないやつ。それ避けれたらラッキーだよ。インパクト、あー、もう、ありがとうございます。インパクトもっと返せるようになってる感じで。こっからこう、やらしいおじいちゃん。やらしすぎます。ちょっとやらしいおじいちゃん、やらしすぎます。けどあれですよね、な、こういう時に言うんでしょうか、あの、意見かと。お、これはいけんくもない状況ですね。あ、来た来た来た。これは勉強してきました。これはあの技が決まっちゃえば、あ、なになに、あの技が決まっちゃえば、いけんくない、あの技が、おっと、スクさあ、体力は、おっと、ここでジャックスクリュー。いや、もうもう一回スクリュー来た。いけんくもないですわね。いけんくもないですわね。合ってますか、使い方。バッチリでございます。勉強してきましたわ。もう一個わけがわからないです。失礼。まあね、サロメさんの下のゲージがね、三って書いてあったんですよ。その時は本当は2回やりたかった。そうなんですよ。でもなんかだってと思ったんですけど、インパクト決めた後ってゲージなくても出ますか？インパクト決めた後、いや、なんだろうな、2回転は出ないですね。出ないですね。2回転は出ない、1回転だけ。1回転は
ル、うん、2回転は3コロですよね。2回転そう3、まだ1だから、これだから1ラウンド目はね、3はなかなかたまらないから、はい、本当に最後の最後の方でこうね、あの超必殺技みたいな感じでね、はい、まあ使えたらいいけど、使えたらね、だから難しいから、使わなきゃいけないわけじゃないから全然本当に、はい、でもやっぱ使いたい気持ちはある。くっ、ああもう、いや、あーっと、あーもうダメ、わあいや近い時投げが入るな、投げをね、やっぱもっと、おお惜しい、うわー、くっ、これはねー、なんて反応速度ですか、ここまで入るんですよ、モダンは。なんて すごいですよね。おー、すごいダメージ。あ、どっちかも避けた。いや、いやー、もう。これはおじいちゃんのラウンドだな。おじいちゃん慣れてきましたもんね。んちょっと慣れてきた。ビビらない、同じことをする、どんな強い相手にも。あーん、バカーン、いやー、やめて。あいつ。だここでね、一応下のゲージ見るとね。だこうラウンドの始めとかにね確認して、はい、あ下3あるみたいなね、はい、うがつおっとインパクト、うわあインパクトからちゃんと入れました、どうですか、あー SN さんバッチリでございますわ、お、やばい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 、タップ、ああ、から入れました。バッチリ。え、教えていただいたことできるようになってますか、ちょっと。いや、やっぱね、インパクト決めてからの SA さんはね、本当に安定してる。はい、ああ、うん、嬉しい。だから下のゲージが溜まったらインパクトを積極的に使うっていうのもね、はい、面白いと思う。おじいちゃん？おじいちゃん。おじいちゃん。うがたないうがたないうがたない、あ、出た出た出た、来るでしょ、分かってる、あ、うわ、やりたいことができない、あー寄られてな、やりたいことができない、おっと出す出す、あ、嘘、もうね、おじいちゃんこうやってこうやって逃げてくから、おじいちゃんこうやって逃げてくから、おじいちゃんずるいわよ、逃がさないの大事、逃がさない、はい、そう、遠距離が得意だから本当にこう遠くで、はい、あ、でもすごいしっかり追いかけて、もうこれ今日死ぬほどこれをやってました、ランクで逃げる誰かに逃げる誰かに逃げていく誰かに、とにかく怒ってました、こうやって、そう、 JP だけじゃなくてね、結構やっぱザンギエフに寄られたくない人は結構ねいっぱいいるんですよ、そうです、ね、そう、惜しい、あのね、あー、いや、ガード入ってる、これは入ってない、うわ、これ強っ、これやめてよ、ほんとにこれね、アシストコンなんですよ、おっ、やりすぎると相手も分かってくるから、ね、つららが、そう、つららがこれね、自動で出るんですよね、上から、強い、これ自動なんですね、そう、自動、自分でもできる、自分で指パッチンで、間違えた、もっと自分で指パッチもできるし、こう自動で爆発もするし、こうやってこっち向くんかい、そのつらら、だから置いちゃうと、そう、あー今のナイスね、あー、もう使いたいのに、もう、あ、落ち着いて、力も落ち着いて、大丈夫、やめて、あー危ない、あれやれるか、おっと前投げ、あ、でも JP のラウンドだな、いやだ、わあ、わあ、CA まで、こっちのラウンドにして差し上げます、マジほぼ同時に打ったんだけどな、今インパクト、いや、ギリギリ今の別に見て打っても全然、もう後に出した方がね、いや、これガード、ナイスガード、ナイスガード、いや、待たせてきた、ナイスガード、ナイスガード、あ、それ、それしませんよ、あ、いや、
まだ生きてる、まだ生きてる、自動で、自動で、ああ奈良が降ってくる、このおじいちゃんは。いやでもありがとうございますよ。ちょっと時間までお願いしていいですか。